火災臨海水族園は東京都江戸川区臨海町の火災臨海公園内にある水族館。1989年10月10日に開園した。設計は谷口義雄、園長は田端直樹。東京都建設局が所管していたが、指定管理者制度により公益財団法人東京動物園協会に運営が引き継がれた。 東京都江戸川区の火災臨海公園内に位置し、公園内には火災臨海町類園も併設されている。ドーナツ型の大型水槽を回遊するマグロ類をはじめ、47の水槽に約650種の生物が飼育されている。開園当初は日本で最も人気のある水族館で、開園者年度の年間入場者数355万人は当時の日本記録を大きく超えた。 世界で初めてナーサリーフィッシュの展示に成功している。また、展示生物たちは直接、飼育展示課調査係により現地採集されるものが多く、特に極地の水槽では珍しい生物が見られる。ただし、一般的な生物は業者からの購入に頼っている。飼育されているフンボルトペンギン飼育用の海水は、八丈島沖の海水を船とトラックで輸送している。 海水を運ぶ船は専用のものではなく、青ヶ島や三倉島向けの貨物航路の船で、その帰りに空になったスペースを有効活用する形で運ばれている。1ヶ月に使用する海水は約3000トンにもなり、ほとんどがサメの水槽やマグロの水槽など、大型水槽に使われる。ただし、 海鳥やペンギンの水とろか層の逆洗い用の水は水族園前の東京湾の水をろかして使用しており海水ではなく気水である飼育の担当職員は環境班と繁殖班に分かれている環境班はさらに東京の海チームとペンギン海鳥チームに繁殖班はマグロ深海チームと世界の海チームに分かれているまた水族館裏には搬入生物のストックや 飼育実験用に繁殖センターと呼ばれる施設があり、職員は展示担当と繁殖センター担当に分かれて、作業を行う。獣医師は配置されておらず、恩師上野動物園の獣医師が往診に来ている。教育普及係では、東京シーライフボランティアーズに所属するボランティアの活動支援や研修生の受け入れなどの業務を行っている。そので使用する餌はオキアミ、桜エビ、誤解、 アジ、イカ、ムキアサリが基本で、生物の口の大きさに合わせて、臨時職員が長寿している。生きしか食べない生物には、カツスジエビや、カツ、イサザーミが給仕されている。1階の大水槽館内は広く、展示の数も多い。じっくり見て回るには相当な時間が必要である。展示方法は至ってシンプルで、あまり装飾などはされていない。多くの水槽は、 魚の名前と図が示されている程度であるが、調べ物ができる図鑑や専門スタッフのいる部屋も用意されている。イルカ、ラッコ、アシカ、アザラシなどの怪獣は展示されていない。展示は太陽の航海者やペンギンの生態が人気であるが、一風変わったオーストラリア近海の魚や珍しい南極海、北極海の魚なども見どころの一つである。他に、 東京湾や日本近海の魚も多く展示しており、普段食卓に並べられる、馴染み深い魚を目にすることができる。その他、一見地味だが珍しい生態を持つ魚もおり、見るべきところは多い。サービス工場として2011年5月に、水槽横にデジタルほどフレームパネルによる解説が追加された。年間パスポート無料開放日。 シーウィンド火災臨海水族園のジャノメコーリウオ2013年2月12日、ジャノメコーリウオが世界で初めて飼育下で産卵した。卵は直径4.5ミリ程度で約500個あった。卵が孵化する時期は不明で、他の南極に住む魚と同じ程度であれば、半年ごと水族館は推測した。ジャノメコーリウオの生態展示も世界初である。 2012年3月3日、東水族館で飼育していたフンボルトペンギン1羽が東京湾に脱出したことが発覚した。同年5月24日に行徳橋の田元で発見され、無事に保護され、6月7日から再び一般公開された。後に来園者から愛称を募集し、6433通の中から選び、サザナミに決まった。 2014年12月1日時点では海遊魚の大型水槽にクロマグロ63匹、スマ67匹、ハガツオ35匹が飼育されていたが、同月上旬からそれらの個体が相次いで死ぬ事態が発生した。2015年1月18日に、スマが同年1月26日にハガツオが全滅し、クロマグロも1月26日時点で3匹を、 残すのみとなった。その後、2月25日には1匹が、さらに3月24日にも1匹が死亡し、残り1匹となった。原因については特定されていないが、病理検査の結果、クロマグロとスマの秘臓の細胞から、ウイルスが発見されている。また、2015年5月22日に、 追加投入されたスママグロ29匹のうち12匹が同年5月28日までに亡くなった。12匹はすべて水槽に衝突し、頭部や背骨に骨折を負っていた。その後の調査によりこの15年5月のスマの死については投入後の環境になれなかったためと判断された。引き続き調査が行われたものの原因の究明には至らず、各専門家との協議の結果、 原因となったと思われる複数の要素に対策を施した。具体的には等の対策を行った。これらはその後段階的に様子を見つつ撤廃され、2016年5月時点では2014年以前に近い体制に戻っているが、以前のような大量死の傾向は見られない。その後、2016年4月に火災臨海水族園は、 最終的な調査結果を公表し、大量死は単一の要因によるものではなく、直接的間接的な複数の要因が重層的、複合的に作用したという見解を示した。2016年8月に最後に残っていたクロマグロが死亡しているのが確認され、その後の調査で水槽の壁にぶつかり、死亡したことが分かった。東京都火災臨海水族園。 東京シーライフパーク東京都火災臨海水族園2006年4月ありがとうございます。